角度とか、うん、これで言う7番4番の間とか、はい、3番8番の間が浮いてるとそっちの方向から行くと、はい、まあそもそもの場合はもうこのブレークですから、はい、むしろ浮いてるのを気にしてるだけじゃないですかね、はい、うわこれも強烈なブレークです、しっかりとワンボールもポケットされてます、はい、ただ2番がちょっと取り出そうですね、そうですね、バンクも8番が微妙な位置にありますからバンクもただ4次の4番が、サイド前にありますから ね、バンクで行けるんだったら行きたいとこですけどね、うん、ただこの局面、うん、相手がやっぱりクッションセーフティーが今日ね当たってるだけに、はい、そうですね、やっぱりここはやっぱりもうそのまま行きたいですよね、はい、通ってるならば、うん、これ入れるとすれば2番のはサイドポケットのバンクで、いやコーナーコーナーの方にコーナー見てる、うん、はい、コーナー見てると思います、ないならしょうがないですけどね、うん、ないならもう2番を8番の方に隠して、うん、手玉を向こうのタンク下の3番、はい、5番か9番に隠すしかないですけどね、はい、うん、ちょっとここ時間を取ってますが、うん、ただやっぱり行きたいですよね、これギリギリでも通ってなさそうね、だからさっきと全く、うん、全くソケットと同じような形ですね。はい、そうですね。だからこの形がとにかく、一番クッションセーフティーを返しにくいという。はい。ただソケットのセーフティーよりも右側、こっちから言うと右側のクッションが近いですし。はい。でもタンクッション見てますね。タンクッション見て、うん、さっきみたいに叩きに行くか。はい、6番が穴前にありますから。そうですね。クッションが近いとやっぱりどうしてもクッションが読みにくいんですよね。はい。うん、まあ。こういうふうにやっぱり。そうですね。確かに。世界の一流でも、まあ、ファールしてしまう。今のもただやっぱり当てに行くというか、どっちかというと、まあ、ね、お願いショットって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、まあ、入るなり、6番が入るなり、隠れるなり。なるほど。まあ、距離、クッションまでの距離が多少ある方がイメージしやすい。そうですね。逆だと、もう完全にクッションセーフティーが返ってきますけどね、はい、2番がクッションから近くて、うん、手玉がと2番の位置が逆だとすごく簡単なんですけどね、だからさっきもさっきと全く一緒ですよね、うん、ただチョークッションから行った方がチョークッションから行く自信があるんだったら、はい、チョークッションから今のは行った方が、うん、あの悪い球が残る確率は高いんですけどね、なるほど、だからやっぱり今に自信がやっぱ近すぎて自信がなかったんでしょうね、はい、なるほど、まあ、セーフティーをするときはむしろ、参考にするとすればそういう形のそうですね。だからこれ6番はただここの穴前にあったので、まあ入る確率も、なきにしもあらずだったので、まあ行ったんでしょうね。はい。まあこれでタイブレークのか、可能性が非常に高いですね。うわ、知ってるから楽しみですけどね。はい。だから紹介できるから。そうですね。もうこれは大丈夫でしょう。まあでも何が起きるか分かんないですからね。そうですね。プレッシャーはこの辺は感じてるんですね。でも感じてると思います。だからこれ2ターンクッションから上に上げていく力加減、もうちょっと9番が難しいですよね。はい、弱くなったり、うん、厚くなって、もちろんコーナーへのスクラッチの、はい、もありますし、まあ、完璧ですね。そうですね。さあこれでタイブレークですね。はい。はい、1セット目これで 6-6 になりましてタイブレイクになります。 RBC 独自のタイブレイクを行いますが、その前に説明をさせていただきます。これ、タイブレイクの説明の方をしていただけますか。ですね、6対6になった場合に限りタイブレイクを行うんですけれども、はい、もうこれが9番が、ワンポイントのラインよりも球1個上なんですけれども、はい、これでもう設定玉です、はい、手玉が今置いたみたいに、ヘッドライン上のワンポイント左右ワンポイントで、テニスのタイプテニスをやられてる方はもう、はい、分かると思うんですけれども、最初に、1球だけつきます、はい、でその後は交互に、ついていくんですね、2球ずつついていきます、はい、でこれの面白いところは外したら相手にポイントがいくんですよね。なるほど。そこが、このゲームのすごくメンタル面が出るところで。はい、それで、7個先入れた方が勝ちです。うん、はい。これ今、ソベス選手が
ソークヘッド、ね、だから最初は1球だけですね、はい、だからソークヘッドが今、ワンポイント、はい、でこの後2球ずつですね、左右2球ずつですね、はい、松山選手ね、これはプレッシャーかかりますね。外すと相手にポイントがいくっていうのが、だから例えばこれブスターまで2球外したらもう 3-0 になっちゃうってことですね。そうですね。うん、嘘まで飛ばしましたね。これで、2対0になるわけですね。はい。これを、7ポイント先取りですね。なるほど。で、これは、6対6になった場合は、デュースとなって、はい、もうこれはもう永遠に2ポイント、2ポイント差をつけない限りは、はい、永遠に行くということですね。なるほど。それでもう一度、次の回に入って、ブスタマンテが今度は先行で打つということですね。そうです。これスクラッチした場合っていうのは、スクラッチしたらもちろん相手のポイントなんですね。なるほど。ミスということになります。はい。なこれで、1対2ですよね。はい。今度はソーケット選手になります。ソーケット選手はさっき左から入れたので、今度はもう、はい、右から入れたので、今度はもうずっと左からで、はい、左右左右の左右で必ず交互で2球ずつついていくところです、はい、これで勝った方がこのセットを取るってことになりますから、やっぱりすごくプレッシャーがかかるんですね。そうですね、サッカーの PK 戦みたいなもんですもんね。またこれ構えるとね、薄いんですよね。こっちで見てるよりももう全然薄いですし、サイドスクラッチもありますし、コーナースクラッチもありますし、はい、やっぱりスクラッチの恐怖もすごくあるんですよね。これでもう2対2ですよね。そうですね。一回こう飛ばし出しますと、やっぱりリズムが壊れるともう、このここら辺のクラスでもバタバタっと 2,3 球飛ばしますから。なるほど。入り出すと、ずっと入れ続けるってこともあるんですけどもね。これ、同点はどの辺をついてるんですか、ね、いや、まあ、いろんな人がありますよね。芯。だいたい芯でつくと、ちょうどサイドスクラッチなんですよね。ちょっと逆が入るともうコーナースクラッチですし。で、右の下で行く人もいるんですけれども、はい、今度、反対側の、こっちでいう右の上のコーナーにスクラッチしちゃうんですよね。はい、ね、なるですね。はい、なのでちょっとだけ右がついてるんですね。はい、ほんのちょっとだけですよね。ナイスですよね。はい。それで3対2ですね。これをやっぱり入れ続けることによって相手にプレッシャーをかけられるんですよね。はい。やっぱ相手が飛ばすと自分が楽になるからどうしても、やっぱり入るんですよね。大事ですよね、これ。この2球が。そうですね。厚みいっぱい、厚みいっぱいでしたね。これはある程度、効き目は何かの問題で、交互でつくというのが、またこれ選手からしてみたら。選手からしても感覚が鈍りますからね。そうですね。だからこれ3対3ですからね。これ1球ずつ見せもしてますから、はい、これも入れ続けるともうずっと、デュースデュースになってくるんですね。そうですね。ミスした方が負けっていう形に。なるほど。ナイスですね、はい、この2球は。これはもう非常に面白いですね、この。はい。はい。しかもこれ決勝戦の。ねえ、セットのあれですからね。例えばこれが1対、セットポイントが1対1になって、はい、もし第3セットがこれになったら、ね、結局優勝をこれで決めることになるわけですからね、はい、まあ、でも非常にやっぱ見てる方も面白いです、ね、そうですね、まだちょっと馴染みがないので、はい、分からない人もいっぱいいるので、でもこれがもうずっとこう馴染んでくれば、はい、ルールが分かればもう見ててもやっててもすごく面白いと思います。そうですね、これ上から見た映像とはもうおそらく構えてみた映像とはかなり違いますでしょうね。すごく薄いんですよ。だからこう構えてる側からの映像の方が薄いのは分かるんですけどね。熱い。あ、そうですね。こっち側からのが2球連続ですね。2球連続飛ばしましたね。これで5対3でしょ、はい。これでもう、ソークエットが入れようが外そうが、もう、ブストマンでは回ってくる2球を入れれば、勝ちだって、ね、勝ちだと思って、もうこれはもう外せとか、はい、外すとか、相手のことを見ない方がいいですよね。そうですね。
ただよく試合でもよく見るんですけど、はい、よくあったんですけど、今年も。これでこれがもしソークエット選手が、ソークエットが外して6対3になっても、はい、もう勝ったと思って、はい、自分が2球飛ばして、そこから負ける、負けるとかいうのもよく見ますしね。はい、その逆もありますし。はい。ナイス。はい。で、これはもうとにかく、武装までが2球入れれば、7対4で勝ちですよね。はい、まあ、ここはもう、武装まですれば、もうとにかく自分の入れようっていうことだけですよね。もう、ここ、とにかくこの2つ入れれば勝ちだと。はい。だから、それがまたプレッシャーになるんですよね。はい。うん、ナイス。これでまあ、リーチですね。そうですね。はい。では、これでまあ、セットポイント。セットポイントになるんですね。うん、これを入れれば。はい、でも、外せば、6対5になりますから、はい、また、5分になりますね。そうですね。まあ、ブッサマウンド有利は変わりないですけど。はい。だこれがもう、セットポイントです。ナイスですね。はい。これで、タイブレークが7対5になりましたんで、7対4になったんで、1セット目は、ブサマゼ選手が取ったということになりますね。うん、ナイスですね。はい、まあでも面白い第1セットだったですよね。第2セットも楽しみですね。そうですよね。うん。ただもうここは2人とも切り替えて次のセットにということですね。うん、そうです。